おはようございます。本日はまあ少し雲ありますけれども、気持ちのいい青空広がってますね。まあでもね、今日そんなに暖かくはならないんですけれども、まあということでね、本日はお父さんね、お外お仕事行きまして、私の車乗って行ったんですけど、メンテナンスもね出しに行ってくるっていうものでね。まあということでね、私は今日はできれば座りのビデオを撮りたいなと思っておりますので、まあどんどんとね、お家のことをなどなどしつつですね、やっていこうと思います。午後のお外探索タイムです。なんかお子についたな。サリ君ね、今ベッドルームの窓際にいるから、なお言って、チャリチャリチャリって言って歩いて行ったから、あらボミだ、おりこしゃ、でもでもおりこしゃいますね、あそこになんて言ってる。もうでもあんまり日が入ってきてないでしょ。横になりましたね。今日そんなにね、気温高くないけど、やっぱり直接ね、日が当たってるとね、暖かいですね。まあということでね、もう少しね、お庭探索楽しんでからですね、お家入ってビデオ撮るね、準備ね、していきたいなと思っております。頭ボサボサになっておりますけれども、ビデオね、撮り終わりました。私もう一本ビデオ撮りたかったのだけど、もうねカメラでは伝わらないと思うんだけど、うちの中めっちゃ暗いんですね。今何時だ？もう5時20分ですね。お外はね夕暮れ時なんだけどね、ちょっともう一本は諦めて、そうだな、また明日できればいいかなとは思っているんですが、まあとりあえず残りは後日にして、まあとにかくこの辺ババアと片付けて、お家のことちょびっとしてね、それからですねお散歩出たいと思います。だいぶ暗くなりましたね。近所一周ですね。お散歩行ってこようと思います。お家帰ってきました。タムちゃんどこいる？後ろですね。何してらっしゃるんですか？飯か言ってんだよね。お散歩行く前あそこでスタンバイしてたんだけど、帰ってきたらここでね置物のようになっておりましたが、サリ君まだですよ。もうちょっとだけ待ってくださいね。じゃあね、ポミクとタムちゃんね、あんや拭いたらね、ご飯の時間もねのんびりしゃんしててくださいね。タムちゃんチェックしてますね、ポミクね。はい、ご飯にしましょう。サリ君も食べております。うまいうまいって言って食べてる。たまに声出るんだよね。お醤油してください。おりこしゃですね。お腹空いてるのよ。なんだよね。今日はキャベツさんとシャシャミとフードとおくちゅりとおこにはかかってるんですよね。ゆっくり食べてくださいね。お願いしますね。はい、で、どうぞ。ゆっくり食べてね、もめのね。タムちゃんも。はい。で、おかりよし食べなさい、どうぞ。ゆっくりね、タムちゃんもね。ゆっくりよ、払うわよ。何かいかがですか？うまいですか？サニーにもささみ入れたんだけど、先に食べてるね。よかったですね。ゆっくり食べてくださいね。食べました。なんでブー言ってんの、ポミノは。タムちゃん取らないよ、ポミノは。その威嚇。タムちゃんいい子だもんね。取らにゃあよって。ポミクが食べないやつだけ食べるのよって。大きいキャベツをね、今日じゃないんだけど、残してて噛めなかったのかなと思うんだけど、それをね、サムにパクッと取られてね。それからさらにね、サムのことをね、警戒するようになりました。ねえ、ポムな。いいよ、大丈夫よ。で、今日もよろしくお願いしまーす。で、両手です、それ。あら、食べちゃった。ポミ？ポミちゃんの、
おみのグーボーイ。やめられるんだよね、お利口者だな。もう一回よ、ちゃんと手して、おかわりもう一回、手、おかわりもう一回、最後、手、おかわり、よし、食べなさいですよ。グーボーイ。タブちゃんは、おしりさままでお願いします。はい、手、おかわりもう一回、おしわり。はい、もう一回、手、おかわりもう一回、最後、はい、手、おかわり、よし、食べなさいですよ。どうぞ、グーボーイ。じゃあね、ヨーグルトちゃん食べたらね、私は帰ってくるのね、ねんねしながら待っててくださいね。ソニックは、食べ終わったのかな？お、いますけど。おトイレ行くんですか？じゃあおトイレ行ったら教えてくださいね。どうかな？全部は食べてないけど。おトイレ行ったら残り食べるかな？じゃあそしたらね、お注射準備しますのでね。よろしくお願いしますね。一回パトロールに行くんですね、おトイレの前にね。お父さん帰ってきました。よかったね。わわわ言った子誰？あたしよね。何してたの？くっつき方。何してたの？いい子なのよって言ってるじゃん。そうなの。好きなのね。よかったね。うん、お水を飲んでおりますが。で、お父さん先お風呂ですね。シャワーにしたご飯にしようね。それではね、人間もご飯にしようと思います。お父さん多分ね、もうあと5分もしないでお風呂出てくると思うので、もう食べ始めようと思うんですけれども、今日は適当サラダ、アボカドのせと、パパイヤサラダと、冷凍庫にあったミートボール、豚汁作って、これ昨日ね、作った空心菜の炒め物、で、アスパラね、レンチンしたのと、大根のお漬物、で、パンをね、焼きまして、ちょっとカリッとしすぎたんですけれども、お父さん4つ食べるって言ってたので、まあ私2つぐらいかなと思って、まあとりあえず食べれるだけ食べようと思います。で、バターも出しました。ということでね、ゆっくり食べようと思います。お腹すいた。それでは、いただきまーす。ただいま10時20分になります。お父さん仕事するって言って、明日ね、また会議らしいんだけど、何も準備してないとか言っておりましたが、寝ましたね。サニくん、ミッキーさんいましたけど、おトイレに出てきて、こちらで寝寝しておりますね。ポミタもスイッチオフの時間ですね。お目目開いておりますが。寝寝してていいでしょ。で、サメちゃんはお父さんと仲良くしてます。また何かの綿を出しておりますけれども、この子かな。あれをね、ピコ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 して遊んでおりましたが、おしわりしてるの？寝寝してて、いうためにはもう器用に携帯持ってね寝ておりますね。落とさないんだよね、なかなかこれもね、すごいよね。まあということで、私はこれからねキッチン片付けて、まあ、編集がねまたもやねいっぱいいっぱいになっておりますので、できる限り編集してね、それからねシャワーして寝る準備していこうと思います。何食うやちゅうみー。リラックスして寝寝しておりますが、向こうのね、ソファで寝ておりましたが、いつの間にかね、こちらやってまいりまして、お父さん何夜の間で寝寝してましたね。で、サムちゃんがね、よりお父さんにね、近い方何夜の間にいたんですけど、そのサムのお尻を枕にして寝てた。最初サム気づいてなかったんだけど、気づいたら、いや、おもちゃわよって言ってね、ちょっとずれてましたけど。ねえ、ダニくん。タムちゃんのお尻あったかかった？そういえば前、ポミくんのお尻も枕にして寝寝してたにゃん。あっちゃかい好きなんだよね。お尻枕いいんだよね、あっちゃかいからね。サニくんがガニガニさん持ってるけど。そう、私この前ガニガニさんのストックあると思って出てたんだけど、なかったんですよね。ソファーね、どかしてね、この前お父さんね、掃除機かけてくれたんですけど、その時にね、3本ガニガニさん見つけまして、そのうちの1本がこれね、この子もいました。ソファーの下に。そういえばいないなと思ってたんだけど、サムちゃんが今気に入ってねピコピコ鳴らして遊んでおりますが、ちょっとでも音がするとすごい勢いで飛んでくるんだけど、来ましたね、ニョンニ。それでしょ、好きなんだよねピコピコ鳴るのね。ポミクも出てきた。ポミクこれあげる。そうよ、サムちゃんこれあげるよ。ぽい、はい、どうぞ。そっちで遊んでて。はいはい、何かお休みの途中でしたね、ごめんね。ゴロ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 でご機嫌者ですね。今日もね、日向ぼっこしたり、お昼寝さしたりね、パトロールしたりしてね、お留守番リーダーしてくださったんですよね。ありがとうございます。明日お父さんのお仕事の監督かな。会議だからサニックはダメだよって言われるかもしれないけど、ポメはずっと静かにしてるんだけどね。まあちょっと熱気は大きいけど、サニはね、この前もお話しいたしましたが、おもむろに起きてね、ナウって言うからね。まあとにかくね、サニックの好きなようにのんびり過ごしてくださいな。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝寝してください。おやちみー。
ファミダムおやちみー、ガニガニシャ持ってったの？ガニガニシャね、新しいのなかったんだよね。ごめんね、ボムな。まあまだでもこれ大丈夫だもんね。とんでもなくケバケバはしてないもんね。もうちょっと遊べるね。次ね、また注意を出するときにね、お父さんにね、お願いしておきますからね。このサイズはね、売ってないんだよね、最近ね。ファミダ今日何してたの？のんびりしゃしてたでやんちゅうのよね。基本的には私のクローゼットの中にいまして、で私が動くたびにね、クローゼットからねひょこっと顔を出してね、何してるでやんちかみたいな感じで見てて、でリビングに出てくる時だけついてきて、ベッドルームにいる間はねまたすぐねクローゼットの奥戻っていきましてね、ねんねんしてたでやんちゅうのよね。ポミタもねチワワちゃんが入っておりますので、チワワちゃんはね忠誠心がねすごくね強い犬種らしくって、その忠誠を誓った相手にすごく尽くす犬種らしいのでね、今お父さんのね監督のね業務にね勤しんでおりますので、お父さんに忠誠心をね誓っているようですけれども、今日はオフでやんちたのよね。お父さん帰ってきた後ね、今日はお仕事してないでやんちゅでみたいなお目目をしてお父さんのことを見ておりましたが、お父さんお外でお仕事してきたね、ポンミ。お家でお仕事じゃなかっただけなんでしゅよ。豚が監督してなきゃいけないでやんちからね。そうだよね。明日お父さんお家でお仕事しますから、会議だって。ポミタもよろしくお願いしますね、お父さんの監督のお仕事ね。お手入れ開始ですか？じゃあお手入れねしましたらねんねしてください。今日も一日ありがとうね、ゆくねんねしてください。おやちゅみー、ダメちゃんもおやちゅみー。お遊びモードに入るかなと思ったんですけれども、この子をコロンと転がしてさっとまんまるさんになってね始めましたが、あらお耳をガリガリしてかいいの？いい子いい子ようなの？はいはい、いい子いい子しましゅ。でもじゃあ今日何してたの？ここで杉本防衛隊してたのようなんだよね。いつもね第一線でね活躍してくださっておりますので、まあずっと外向けだね。こっから今日小鳥さんいました？タムニャン昨日ずっと小鳥さん玄関にいたんだけど、タムちゃんが監督してたから小鳥さん来なかったですか？でもずっとチュン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 って小鳥さんの声聞こえてたよね。それともタムちゃん小鳥さん嫌いよって、お家作ってるの、赤ちゃんいるの、タムちゃん見守ったるわよ、危なくないようにしたるわよって言って優しく見守ってくれてたんですか？無理こしゃね。まあ基本的にね、いつもだけどね、ここでねこんな感じでまんまるさんになってねんねんしてるのでね、特にお父さんねお仕事行った日はね、お父さん帰ってきた後ね、あしょぼう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 でね、今日もねテンション上がっておりまして、もうずっとこれをピコ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 鳴らしててね、ご飯食べてる間とかすごかったんだけど、サムちゃんピコピコ鳴らすのすごく上手なのよね。お鼻でチュン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 してね、明日もね元気印でねいっぱいピコピコ聞かせてくださいね。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねんねしてください。おやちみー、本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、まもなく3時になります。本日もね遅くなっておりますが、日曜日か1日お出かけしてね、その日全くね編集手つけなかったんですよね。そしたらまたね少し差し込まれまして、今日ねできる限りね編集しないとまずいぞっていうね状況になっておりまして、1時過ぎぐらいまでね編集してて、まあ一応ね今日やっておきたいことは全て終わったので、まあもちろんねゆとりが持てるっていうほどではないんですけれども、通常運転ぐらいには戻せたかなと思うので、一段落ねついたのでね、シャワーを浴びに行きまして、お父さんねこちらで眠っておりましたが、シャワー後リビング出てきて声をかけまして、ベッドで寝ましょうねって言ったらね、何もしていませんって言っておりまして、そうですねって思ったんだけど、明日朝一から会議のようでね、準備してないって言ってたから、もうこのまま起きて仕事すればって一応言ったんだけど、まあかわいそうかなと思ったんだけど、あと1時間だけ寝ますってね言ってベッドルームに行きまして、もうねベッドに入ってね横になってるんじゃないかなと思います。ということでね、本日はお家のことやらなんやらしつつですね、座りのビデオを撮った1日だったんですけれども、先ほどからねできてないことばっかりねお話してね申し訳ないなと思うんですが、今日ねゲットレディ含め全部で3本ビデオ撮りたかったんですけど、開始したのがお昼過ぎだったっていうのもあってね、目標ね達成できなかったんですけれども、最近ね座りのビデオはできる限りお父さんがお外お仕事行ってる時ですねに撮ろうと思っておりまして、やっぱりお父さんがねお家にいる時はできる限り自分がいろいろと合わせられるようにしておきたいなって思って、お父さんの予定にね
ね。なので座りのビデオね撮ってるとどうしてもね今ここでやめるっていうわけにはいかないからフレキシブルに動けないのでね、まあもちろんねお父さんがいる時に撮ってると様子見に来てねなんかわけわかんないこととかし始めて私にとってはね面白かったりもするんですけれども、まあとりあえずね明日お父さんも朝から夕方までずっとね会議だって言ってたので、なのでお父さんの動き気にしなくてもいいかなとも思うから、明日もできれば撮りたいなぁなんて思っているんですけれども、まあとりあえずね私はねいつもね明日は明日の風が吹くっていうね生活をしておりますので、また明日ねお家のことをしつつですねできそうだったらねビデオ撮りたいなぁなんては思っております。まあということでね本日も遅くなっておりますのでこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。